船浮き中央やや右上が船浮き。手前が白浜港、右手の島が内里島。伊賀の浜船浮きは沖縄県八重山郡竹富町の西表島、南西部にある地区の地名。船浮きと表記される場合もある。現在、障子としての船浮きという地名は廃止されており、船浮き地区は西表島西部のいくつかの地域と合わせて、 沖縄県八重山郡竹富町は在入表の一部となっている。入り表島の西部、船浮湾に面した人口約50人の集落を中心とする地域である。入り表島の他の集落との間には道路が通じておらず、同じ島内であっても船舶が唯一の交通手段である。16世紀の後半にはすでに集落が形成されており、琉球王国時代は、 祖内に置かれた番所の監督下に属していた。1904年には、連合艦隊司令長官であった、東郷平八郎が視察の途上で身分を隠して、単身で、船浮集落を訪れたとも伝えられる。太平洋戦争に際しては、日本軍が、船浮き湾周辺の祖内、内里島、外里島、鯖先に、船浮臨時要塞を建設し、船浮集落にも日本海軍が、 海底通信施設、特攻定格納庫、弾薬倉庫防空壕を設けた。学校や民家は弊社として用いられ、住民は入り表島東部の大原島への移住を強制された。船浮き湾には琉球真珠の入り表養殖場があり、職員には船浮き集落に居住する者がいる。宿泊施設は数軒の民宿が存在する。年月日に、 地元資本の平田観光、琉球新宿、船浮きの住民が出資し、有限会社船浮き観光を設立。遊覧船チムドンドン号2席を建造するとともに、レストランを建てて、石垣島からの日帰り観光などの受け入れ事業を開始した。一方、2008年5月には、ユニマットグループが船浮き一帯の土地を約16.5ヘクタールにわたって購入した。 ユニマット側は当時まだ事業計画はないとしていた。また、買収された土地は国土利用計画法に基づく土地利用基本計画で森林地域に区分されていることから竹富町役場では開発は難しい。リゾート実現の可能性は低いだろうとしている。また、2017年1月22日付の経済誌に2019年に 船浮地区に80室のホテルを開業予定であるとの広告が掲載された。竹富町は建設予定とされる地区は2016年4月にり表石垣国立公園の第2子特別地域に指定されているため、ホテル建設のハードルは高いとの認識を示している。金融機関や郵便局は地区内に存在しない。船浮港地方公安に指定されるとともに、 船浮き湾全域が八重山列島では唯一の避難港に指定されている。入表島の主要道である沖縄県道215号線の西端は白浜で途切れており、船浮きと入表島の他の集落との間には道路が通じていない。そのため、集落街とは船舶が唯一の交通手段であり、住民はほぼ全世帯が船舶を保有している。また、 公共交通としては、船浮港と白浜地区の白浜港の間に、船浮海運の定期航路が就航している。ありがとうございます。